スタジオドリームネットの第2回、本日もドキドキワクワクの15分間で楽しくお送りしたいと思います。なんと今日は大物アーティストが来てくれるかもしれないということなんですね。まあ今日も楽しくお送りしたいと思いますので、最後まで15分間逃さず見てくださいね。今日も私八木沼純子が進行役を務めさせていただきます。後ほど10万円の商品券が当たるプレゼントのキーワードも発表するので、お見逃しのないようよろしくお願いします。それでは参りましょう。あなたとダブルクリックしよしよしよ、スタジオドリームネット。一緒にこの番組を進行してくれている金下真由子ちゃんです。こんにちは。あの真由子ちゃんはドリームネットでオフィシャルホームページを公開してるんだよね。そうなんですよ。今は、自分で撮った写真とかし、あとは曲も聴けるようになってるんで、皆さんぜひ開いてみてください。そして真由子ちゃんの曲、なんと BB ドリームスで無料で、そうなんですよ、無料なんで、もう皆さん何回でも聴いて、ちょっと覚えちゃうぐらい聴いてください。4曲ですね、はい、今のところ聴けるということなので、はい、視聴していただきたいと思います。八木沼さん、はい、今日のゲストはなんと、サムシングエルス。嘘、いきなり2回目だよ、大物が。大物ですよね、ちょっと八木沼さんはあのサムエルの中の曲で一番何が好きですか？そうだな、嘘つきが結構好きかな。嘘つきいいですよね、なんかこう切ない感じで、私もぴったりって感じ。ぴったり。それでは早速ゲストコーナー行きましょう、はい、なぜか気になる人がいる。なぜか好きなあの人よ。ザ・ゲスト。